えこんにちは受信力ね受信力ってなかなかいい言葉だったと思いますけども受信力って言葉を使ってるからすごい発明みたいに思いますけども別にこれん昔から人類が使ってきた能力でではあるんですよねだからそれを概念化させるためにどんな言葉を作り出すかっていうのは非常に大事かなと思うんですよ。まあ、例えばね稼ぐ力っていうのを速火力っていうふうにするとなんかねそれっぽく聞こえるでしょでもずっと 多くの人が考えていたことをただ体系化して概念化しただけなんですけどねだからすごくねキャッチコピーって大事なんだろうなと思いますで思考の領域なんですけどもまさにハードディスクがどん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 今大きくなってきてしかも安くなってますよね、えー、それと同じようにあの私たちは自分の脳みそとか解釈の力とかその受け取ったものをどういう風うにね広げていくかつまり展開力っていうのを鍛えていくことによって たった一つの言葉とか、たった一文字の漢字から、あの、数々のドラマをね、連想することができるんですよ。つまり展開するってことですよね。で、この展開力っていうのが、ほとんどの人に私は欠けてると思うんです。特に、まあ、ツイッターの炎上とかありますけども、あれはね、結局、文字から、貧相な発想しかできない人が、炎上に乗っかって、乗っかられてみたいなことをするんですけども、たった一つのお短い短文から、数々のドラマとか感動とか、 気象転結を自分なななりりににに何通りも生み出せる人ってていいうのははそこに対して別に不満はないわけなんですよねだからよく炎上事件ってありますけどもそこには知恵が集まってないというふうに思いますよね知恵がある人はいちいち炎上させるようなこともしないしむしろ好意的な解釈ばかりに溢れてるんでそこに存在してない愛情ですら受け取ることができると思うんですよ私はそういうふうに一つの事象から数々の うん、まあ愛情とかね、えー、温かさとか励ましとか癒しってものを受け取れるようになるといいんじゃないかなと思いますこれは全ての人がですよどんな現象からもそこから癒しとかね育みとかっていうのを受け取れるように展開できるように自分の脳を鍛えていく自分の脳領域を広げていくことによってそれができると思うんですけどもその領域がね頭のハードディスクが全然広がらない人むしろ縮んでいる人それから考えることを放棄して検索結果に頼るこれがね本当に 頭の中をパッパラパッラにしてるんんじゃなないかなと思うんですよ、うん、だから検索結果ってのは自分ではない誰かの出した結論なんですよねだから自分の考えを誰かの出した結論にほん投げちゃってほらここに書いてあるよっていうふうに下り顔で言う人っていうのは完全に思考が止まっちゃってると思うんですよですからすでに検索は外部にするんじゃなくて自分の脳の中にね自分の体験とか学習とかそれから咀嚼力とか展開力の中に求めるっていうことが受信力の本当の意味なんですよね でですので今回はね、えー、受信力の肝要こちらの方をちょっと一文字にしてみました要でいきましょうか西の女に要ありと言いますからね西にいる女性は大切にした方がいいという言葉だと思います要でございます